吉田さん、おっしゃる通り、やるしかないですね。確かにね、10代とか20代の時って大したトレーニングもなく、まあちょっと私はちょっと乱暴者でしたんで、すぐ喧嘩ってできたんですよ。でボカーンとぶん殴られて大怪我しても本当にそのまんま放置でよかったんですよね。でも今はそうはいかないですね。やっぱりトレーニング、筋トレしようと思ってもできる回数が限られてるのと、体力の消耗が数倍ありますね。でそれを想像するから筋トレしようかなって気持ちになかなかならないんですよ。だから自分を奮い立たせるために、まあ映画を見たり音楽聴いたりっていう下準備がいるんですよね。で若い頃はそんなにいらなかったです。いつでも戦闘状態でいきなりできましたんでね。でそう考えてみると、私はね、10代の頃に、本当に20代の前半もそうですけども、体むちゃくちゃ使ってきてよかったなと思うのは、その時にやったことが今のね、あの肉体を支えてくれてるっていうのと、そういう覚悟があったからこそ、まだね、筋トレやろうかなって気持ちになったりとか、運動で汗流そうかな、限界まで追い込もうかなって気持ちになれてるんだと思うんですよ。でもこれ若い頃にそのハードに体を使った経験がなかったら、もうビビっちゃってできないんじゃないかなと思うんですね。でプラス私は40歳からネットビジネス始めてサイトを1万個以上運営したりとかね、その他もろもろやってきましたけども、それを今からやれってなるともうできないですね。やりたくないですね。だからその頃マックススピードでやっといてよかったなと思います。で若い頃やっといたらやっといてよかったなっていうことが、あの頃やっといてよかったなっていうのが今振り返ってみるといっぱいあるんですよね。だからそれが今日の私の暮らしを支えてくれてるところ、それが大きいなと思いますし、で逆に言うとですね、これやってなかったら俺どうなってるんだろうと思いますよね。新しい意欲すら多分出てこなかったんじゃないかなと思いますね。で、ちょっとタイトルにもありましたけども、1億円っていうことですよね。私ね、速稼塾の塾生さんに5、6、7月で1億円稼がせましたよ。入金ベースで口座に入ってますよ、お金が。やりましたね、これはね。でこれはもしかしたら人によっては稼ぐって概念とは違うのかもしれませんけども、例の持続化給付金っていうものの対象者を、まあ、気づいてあげてですね、気づかせてあげて、対象者、あなた対象者ですよっていうふうに気づいて、でどういうふうに書類を書いたらいいのかってことをお伝えして、で、入金がどん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 ね、入金報告があって、今朝の段階で、入金が100名以上ありました。でおそらくほとんどの方が100万円前後受け取ってるんで、1億円を突破したかなってことですね。3ヶ月で人数問わず1億円をトータルで合計で、入金させたっていうのを、私はこれで、ね、新しいビジネスというかね、お金を稼ぐってことで言ったら初めてだったんじゃないかなと思いますし、実際に入金された方が言う言葉の中にはね、普通に商売やっててあらり 10% とか 20% のもので100万円の着金をねするってことは、1000万ぐらいの商品を売ったのに相当すると。で1000万円の商品を売るってことは、それだけの人手を介して多くの作業を、工数を労して、いろんなお客様サポートをしたり集客をしたりするってことを考えたら、1000万円を稼ぐために、投資するエネルギーっていうのはもうおそらくですね、数百万、5、600万に及ぶんではないかなってことなんですよ。それで原価があってってことですから、それにリスクもあってってことですから、じゃあそれがですね、100万丸々ポンと入ってくると、しかも書類を2枚送るだけみたいなのは、まあこれはなかなか経験できることではないから、速稼塾に入ってこれを気づかせてくれてありがとうと、しかもその手順まで示してくれて、で真っ先に塾長がそれを実現してくれて、しかも連発で、私はいくつかの会社を経営してますんで、それぞれで申請が出せるわけですよね。その姿をずっと YouTube で見せて、リアリティを出して、入金された通知書を出して、入金された通帳を見せてってことを繰り返していって、その気にさせて、こんな少ない作業でこの100万もしくは200万というものが入金されるんですよっていうことをずっと話して、100名以上の方が申し込んでくださってね。でも私あれ1000人ですからね、速稼塾塾生が。そう考えたら1割ぐらいの人しか享受してないってことなんで、そういう意味ではまだまだ伝える力を稼いでいかないといけないな、使える力をね、伝える力を培っていかないなという反省点は残りますけども、まあにしても3ヶ月でね、3ヶ月足らずで1億円合計で入金完成させたということは、また一つ私がねやりきったことの一つだったんじゃないかなと思ってます。とにかくね、その時にできることを全力でやる、これは当たり前なんですけども、できなくなりますよ。今のマックススピード、来年のマックススピード、
どっちが優れてるかっていうと、人生で一番若い今日なんですよね。だから今日が一番モチベーションが高くて可能性が高いんで、先送りにしたら達成できない可能性が膨らむだけなんですよ。だから私はね、今日目の前にやることをそれでもやり続けるということですね。で、今日やらなかったことは多分永遠にやらないと思うんで、もう忘れますということでございます。失礼します。